はいはい、それではやっていきましょうかい。今回のクリア率は約 3% なんだぜ。ヨッシーが犠牲に、最高のコースです。さてさて、それではデッテウガリ、始めましょうか。初めからデッテウを落とすスタンスで行くんじゃねえ。仕方ないじゃん、これどうせ乗り捨てでしょ。あー、デッテウかわいそうだわー。本当にかわいそうだわー。心がこもってねえ。あれ、これってデッテウ届かないよね。どうすればいいの。確かに、隠しブロックがあるわけでもなさそうだし。もしかしてこの歯車ごとデッテウ乗り捨てで越えていくんじゃないか。あ、なるほどなるほど。それではデッテウ、グッバイちゃ。パクるな。やはりこれで正解みたいだな。しかし仕方ないことだとしてもデッテウをどんどん乗り捨てていくのは心が痛むんだぜ。え、どこが。ふふ、かかったな。え、あ、バネないと進めまじー。ちくしょうめー。たった今みんな元気ー。いきなり変なテンションで始めるんじゃねえ。それじゃあここはバネ含んでボイしてからの乗り捨てで良さそうだね。オーケー。だんだんギミックのレベルが上がってきてる気がするが、果たして霊夢の実力でできるのか。できるかどうかじゃありません。やるんです。うおっと、会場の上に出てる。霊夢よ、ここからが地獄ぞ。ちょっと何言ってるかわかりません。ちくしょうめー。ここはキラーを踏んづけてからの乗り捨てデッテウでいいかな。デッテウよ、いい夢見ろよ。マグマの中で見れるわけねえだろ。おっと、ここで中間。いいねえ。右にゴールが見えるが、まあまだ先っぽいな。ん、これはなんぞや。左上にデッテウはいるが、これさすがに届かないだろ。ということは隠しブロック、もしくはイエスキリストが天界から何か落としてくれるのかな。唐突なキリスト信者発言。お、ハテナブロック。なるほど、ここにデッテウが入っていたのか。よーし、それじゃあまたもやデッテウ乗り換え作業に入りたいと思います。という夢を見た気がするので、まさ夢にならないように気をつけます。ということでデッテウ乗り捨てーからのルンバをボーンボーンボーン、そして乗り捨ててーのー、土管に入りーのー。私の予想だとーゴール。今回はデッテウをどんどん乗り捨てていくコースだったが、今度は霊夢乗り捨てコースを希望するんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースに行くんだぜ。おっと、青鬼恐怖 BGM？ 恐怖 BGM って、青鬼が追いかけてくる時の BGM のことか？よくわからないけど、とりあえずやってみましょう。演奏って書いてあったけど、これは歩けばいいのかな？まあまず歩いてやってみるか。でもこういう演奏コース作れる人って本当にすごいと思うんだよね。よー。どうやら走ればいいみたいなので、少し黙ります。これはガチで焦る BGM だな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこの辺りで終わります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。